ダンスをする上で望ましいと思える環境を教えてください。望ましいと思われる環境、<の>ダンスをする上ですね。そうですね。ダンスをするのと一緒に、それからその収入を得たりする環境でもありますよね。ステージとかそれから外でとか、今のお話の中ではあのそ外で、うん、観光バスを。 の前でだとかっていうお話でしたけれどもあのご自分にとってダンスをする上でいいなと思える環境そのお金を稼ぐことに対してもそうなんですけれども一緒じゃなくてもいいんですけどあの別々にお話ししていただいて望ましい環境ですねダンスをする上でですね、はい、うんとダンスまあ生きていく中で必要じゃないものというところのダンスの在り方を 自分で消化できるかというところで、うんとまあ、僕の場合は先ほど例えば日本人の方とあまりこう、まあ、例えばつるまないだったりとかね、海外に出た時に、なんかやっぱりこう、何かを得るために何か捨てなきゃいけないというところでは結構その友達関係っていうのは割と、えっ、ー、と、まあほぼ捨てたという一つありますかね。こう、なんか自分が得たくないものに関しては、もうなんか無感情で捨てることができるというか、 だからその最初の,、ね、最初の悩みみたいなのは今、人間関係っていうのはほとんどないんですけど当時はやっぱりそれの、うん、感覚をになるまでは結構苦労したという感覚だから自分がやれる環境を作るというところではそういったものをやっぱりゼロにする必要はあるのかなと、まあ、ゼロというかで全部なくす必要ないと思うんですけどやっぱり例えば海外に行きたいと今も僕、日本で話した時にニューヨーク行ってみたいですとか。 もしかしたらドイツ行ってみたいです。海外行ってみたいです。いろんな人に、まあ結構言われます。多分言われると思うんですけど、ドイツで、ニューヨークで住んでる、すごいですね、とか、行ってみたいです。でも、まあ、来る人って、その中でどれくらいいるか、ね、これは、あの、わ <laughs> かるかもしれないですけど、まあほぼいないと言っていいでしょう、という感じ。1%いるかなまあ1%もいないかもしれないですね。はい。まあもちろんいろんな理由があると思うんですけど、やっぱり家族があったりとか、 ね、えっと、何かしら関係、仕事があったりとかで、ね、子供がいたりとか、いろんなやらない理由、行かない理由ってたくさん見つかる中で、それを作らないことなのかなというふうに思います。まあ、留学にしてもね、海外に行くにしても、旅行に行くにしても、行かない理由なんていくらでも見つかるし、行く理由っていうのはもう少ない。僕の場合は、ニューヨーク来たのは、ただ、あの、例えばブルックリンブリッジとかね、タイムズスクエア、最初の方で、 バーチャル背景見せましたけど、あの場所を見て、あ、めちゃくちゃかっこいいな、行ってみたいな、よし行こうだけなんですよ。だから別に最初に言ったようにダンスがそこで盛んかとかね、ミュージカルがとかいうよりも、ここかっこいいなっていうところを、衝動を裏切らないで自分で行動できるか。で、そのために引きずるやっぱあると思うんですよ。何か行けない理由っていうのが絶対一人、ね、何個かあると思うんで、まあ、それがあると分かってるんであれば、それを、 まあ、捨てるというか、うまく付き合えればいいですけど、付き合っていくのも結構難しいんじゃないかなと、あの、普通の人間であれば感情があるんで、やっぱり、捨てられないですよね、なかなか。ね、家族とか仕事がいたら。っていうところを、まあ、割り切ってできる人たちが多分、こういうふうに残っていく人たちだと思うし、それが成功か失敗か知りませんけど、そこによって勇気をもらう人は、 いるというのは事実だと思うんで、その環境を知るっていうか、まあ、やらない理由をこう炙り出していけば、それをあとは自分が、あと勇気ですよね。うん。やらない理由をしっかりとやらないことを、まあ、捨てることができたら、次に進める。まあ、ダンスというか、もうこれ全部に関係があると思うんですけど、ダンスも特にそうですよね。ダンスなんて先ほど言ったように、やっぱりお金だけで言うと不安定ですし、しかも、 成功したとしてもですよ。プロになれたとしても、その先って決して社会的に、えー、と明るいものではないような気がします。特に周りの目。はい。日本にいるとよく感じますね。35歳ダンスやってる、アーティストしる大丈夫という目を自分でどう思えるか。それが本当に嫌だったらやんない方がいいと思います。でもそれでもやりたい。それでもこれに可能性があるっていうことを感じることができるんであれば、必ずやった方がいいし、 に今来たいと思っている人がいるのであれば、絶対来たほうがいい、それはえ間違いなく言えます。はいなんか今、お話聞いてて泣き、な <laughs> き <laughs> 何ですか、でもそうです、海外に住んでると、なんか日本のことをよくやっぱり思ってるんでね、うん。いや、そうだったと思います。私も実は、もう今年五59歳なんですよ。 こ今年60歳になるんですよ、11月。それで来たのは、ドイツに来たのが6年前かね、1918年、2014年だから。だから今おっしゃったのが、もう、もろ私に、初めてお会いしてるんですけどね、そほとんど分かんないですから、お互いのことそうなんですよ、聞いてて、私のこと言ってると思でもそうなんですよ、本当にね。 だから、こうおいでって軽くは言えないんですよ。私も来たいっておっしゃる、みんなおっしゃるんだけど、でも、観光には来るだろうしあの、やっぱりでも難しいだろうなと思います。うん、<laughs> そうですね。その35歳になっても、その,それをずっとの気持ちをずっと持ち続けたいっていうのって、日本では本当に難しいなと今伺ってても思います。本当に、うん、そうですね、結構。 言われますよ言われなくてもね絶対思われてるのは分かってるんで、まあ、だから何っていう感じなんですけどね、うん、でもドイツでは普通にでもンサーやっってらっしゃいますよ <laughs> あニューヨークでもそうですよやっぱりむしろやってるっていうとすごく喜んでくれて、うん、じゃあ「ショーサムムムーブ」とか言ってねちょっと踊ってみせてよみたいな感覚の違いはやっぱり海外にいるとその背中を押してくれるわけじゃないですかそこにリスペクトがあって、うん、だからその 続ける理由っていうのが自分で作らなくても結構できちゃう環境によって変わるというところではうで、ねうん、いい場所だと思いますね、うん、アーティストにとってそうです、ね、私もこの年になって、まあ、56年前なんだけどそんな年であドイツ行くなんてちょっと <laughs> って言われましたもんねやっぱりそういう環境ですね日本はねそうですね、まあ、文化的なものは、ね、何百年かかるんで それはね、すぐやっぱ変えるのは難しいですと個人的には思ってます。だから僕の周りの人たちだけでもね、そういった理解を少しでもしてもらえればなというふうには思ってますけど。私もそう思います。はい。ありがとうございます。えー、次にコロナで影響を受けましたか？影響を受けましたよね。あの結構受けたんじゃないですかね。<laughs> そうですよね。はい。はい、その解決策はどういう 解決策はまあそうです、ね、皆さんもやってるようなオンラインでの活動というのとうん、まあ、それが具体的なものなんですけどでもある意味このあと半年、まあ、2020年ということで一、えっと、つテーマができて自分の中で世界中にどこにいても好きなことをして好きなように生きることは できるような準備づくりの期間だと今思ってるんですよ。だからそのためにこう機材とか、まあマイクとかいろいろ揃えながら、本当にこれが収束するかまあ一緒にっていうことだと思うんですけど、しながら自分も本当に旅しながらいろんな場所から発信できることを今作ってるところなので、まあ対策というか、ちょっと長期的な目標に向けての準備が少しできている。と同時にもちろん、 今、生きなきゃいけないっていうのもあるんですけどね。でも、その先に今まででなかったそういった目標が見えたりとかできたので、それは、うん、あの、改めて考える時間になりました。はい。で、可能性として考えられる今後について教えてください。えっと、 可能性というのはあの、ダンスとか、これから自分で、あの、うん、ダンス以外のことでもいいんですけれども、このアートと関わること、パフォーマンスでも。アートのパ、アートの可能性とかいう感じですか、ねはい。アートの可能性でも、それと自分が関わってるパフォーマンスとかダンスのこれからの可能性。うん、あ,ありがとうございます。そうですね。うんとアーティストとかダンスとかに関しては、まあ、例えば IT、 えっと、ロボットに仕事が取られるとか、えっと、そういうふうなことがどんどんなくなっていく、レジ打ちがなくなっていくとか、いろんなこと言われると思うんですけど、まあ、ダンスはね、なくならないんですよね、間違いなく。まあ、歌とかもなくならない。はい。やっぱり、皆さんが鼻歌をね、こう、歌うように。 同じように歌もあるし、ダンスも皆さんが喜べば、おったガッツポーズとか、喜んだとかね、子供とか見たらわかると思うんですけど、やっぱり嬉しかったらこう、はしゃいだりするわけじゃないですか、ジャンプしたり。そういうのがある以上はもうなくならないし、かつやっぱりこう、人を感動させることっていうのは同じ人間じゃないと難しいと思ってるんですよ。もちろん絵とか見て感動。まあ、絵も作ったのは人間なのかもしれないですし、システ,ムテクノロジーによって、美しい映像を見たら感動っていうのもあるんですけど、同じこの、 さらにその上の感情、身分離させるような、鳥肌が立つような感情の感動って、やっぱり身体、自分と同じ人間だというところが、やっぱり感動させると思うんですよね。それこそサーカスのシルク・ド・ソレイユさんにしても、ダンスにしても、アーティスト、歌にしても、同じ人間がこれだけできるという感覚が、やっぱり人を感動の渦に巻き込むと思ってるんで、で僕の場合はダンスなんで、特に子供たちと話すときって、 例えば、講演会とか、キャリア教育とか、まあ、学校でも皆さん、もしかしたら見たことある人もいるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、なんとかと、社長さんとかね、プロスポーツ選手とか、たくさん皆さんの学校にもかつて来たことがある人がいると思うんですが、ダンスってその場で表現できて、かつやっぱ汗かいて、もう、如実に汗めちゃくちゃ出てくるわけですよね。その背中をシンプルに、 見せれることって、あの、背中で語るっていう言葉があると思うんですけど、まさにそれ。で、背中で一生懸命、もしかしたらこの年齢今度僕重ねていくことによってキレは落ちると思いますよ。当然ですけど。でもそこの中で必死で話して、必死で踊ってる姿が見せられることで、やっぱり感動は生まれると思ってます。だから、とって変わる仕事じゃない。 同じ動きはできるロボットはいっぱいできると思います。ただ、同じ動きができるロボットには感動できない場面、感動できないものが、アート特にダンスの身体表現にはあると思ってます。だから、ただただ、うまさよりも、がむしゃらに動いて、ただただ、10分か1時間動き続けることだけでも、やっぱ感動ってできると思ってるんで、 もしかしたらそれがね、健康的な面で言うと、もしかしたらヘルス面ではめっちゃいいとかね、ラジオ体操がすごくいいとか、いろんなそういった健康面もあるんですけど、それ以上の効果は、やっぱり芸術というところではあるんじゃないかな、と、とって変われないっていうことですかね。いいですね。ありがとうございます。<laughs> やっぱり人間ですよね。うん、そうですね、はい。うん、うん もし他のすべてのアートの中からコラボで作れる新しいアートの可能性を教えてください。他のすべてのアートの中から。はい。えっと、まあ、こう、絵とかのね、コラボとかよくあったりとか、ダンスだったらダンスとミュージシャンのコラボとか、まあ、まあ、よくある形なんですけど、うん結構、その、食、 それこそいい食事、踊りだすてたらば、その4つのポイントのどこからからかコラボする。また、例えば食べるだったら、うん、また、まあ、ピザとかね、えー、ピザ。ピザ作る人、皆さん見たことあると思うんですけど、こう、あの生地をふんふんふんってやって、こう、例えばこっちだと結構メキシカの人とかよく作ってるんですけど、これを投げてね、な投げるまでやんないんですけど、すごく広げてその生地を、っていうのもすごくパフォーマンスになったりとか、あまあ千切りだったりとか、 もしかしたらスーパーのレジ打ちのプロフェッショナルのパートの誰かみたいな人もすごくアートになり得るんですよ。多分、やり方を変えれば。だから本当に、えっ、ー、と、特にですけど、皆さんの中でルーティーンしている作業、日々のものっていうのは、こう、ちょっと形を変えるだけでアートになり得るし、コラボしたらさらにそれが、まあ、もちろんその人たちはアーティストではないんで、 ただその日々をこなしている。まあ、電卓の打ち方とかも多分、あれも,もう超絶技巧ですよね。ピアノも超絶技巧があるように、あの、弾くソロ版とかもそうなんですけど。だから、うん、その皆さんがやってるその日々のルーティンワークっていうのは、うん、日常なんですけど、結構もう日常超過してるような感覚というところと、 えっと、まあ、ダンスだったらコラボ、どういう形か分かんないですよ。どういう形か分かんないんですけど、それが際立つようなことができたら、さらにお互いの良さが、えー、出る。そして、そういう皆さん、舞台になかなか立つない、立つ機会ないような皆さんも、舞台に立った時にまた感覚が変わって、ね。剣玉だってただの遊びだったのに、剣玉パフォーマーとか、ヨーヨーだってただヨーヨープンプンってやるだけだったのに、あれだけくるくるトリックするようなパフォーマンスになったような感じで、 もしかしたら新しい形のパフォーマンスが生まれるかもしれないですね。それはコラボテーションによってなのかもしれないし、気づかせてあげることができればなというふうには、個人的にも思ってます今のは面白かったですねその、うん職人あの。働いてる人たちとコラボするみたいな。それはオンラインでできるかもしれないですよね。うん そうですよねはいそうそうそうプログレスの中にもあの料理なさる方結構いますよね。あいますよね、はい。そういう人たちにちょっと声をかけてコラボや、はい、お願いしてみても面白そうですよね。コラボ料,料理ダンスクッキングダンスクッキングですかダンスはあの中澤さんがやられてそれでその。はん こういう画面の反対側で料理をしてる、で、料理をする、普通に料理をしてる、だけどそれが長澤さんにとってはダンスの対象になるみたいなダンスのこうコラボも、今も、想像してみて、面白いの見てみたいなと思います。はい、<laughs> なんかすごい可能性ありますね、これからも、そういう意味で。あると思います、はい。ダンスは特にやっぱり、本当、体一つなんで、うんあの、コラボはすごく親和性が高い。 ですよねどこでもできるしあの何でもコラボできるというのは結構強いところですよね。うん、なるほど、いやちょっとそれ見てみたいですね、期待してしまいます。はい、<laughs> いや、今日はありがとうございました、質問はこれで以上なんですけれども、もし、あのー、この質問以外でちょっと何かうんおっしゃられたいこととかありましたら、お願いします、はい、ありがとうございます。 そうですね。えっと、まあ、この時期というのもあるんですけど、自分のモットーが、えっと、一応ダンサー、そしてドリームメーカーって言ってるんですけど、えー、ドリームメーカーっていうのが夢を作ることだと。まあ、直訳するとそうなんですけど、ドリームメイキング。だから、皆さんの夢が僕の夢になる。で、僕の夢が皆さんの夢になるっていうのが、僕の最終目標なんですよ。で、これもすごく、なんか抽象的なんですけど、 例えば皆さんのやってることと僕のやってることの延長上にやっぱ同じようにこう乗せたいんですよねその感覚をだからもちろん今見てる方異業種全く業種全く違うと思うんですけどどっかしらでこう共通効果が絶対出てくると思うしその時に協力できることお互いに補うことができたらまあさらにそれが何倍にもブーストしていくわけじゃないですかで結構人のために生きるってなんか綺麗事のように聞こえて なんだろう。特にニューヨークで生きてると、人のために生きるというよりも、自分を表現しなければ、えー、食われるというような感覚、特にオーディションとかもそうですよね。自分の準備運動をする場所からまず、えっ、ー、と、得なきゃいけない。っていう感覚の中で、本当に人のため、この人のために何かしてあげたい、したいと、心から思える、ようになりたい。まだまだ自分はね、そこまでいけるかっていうと、自信はないんですけど、でも、そういうふうな、自分でありたい。 死ぬまでに。っていうふうに思っているので、だから、そこを一緒に目指している人、僕のできること、例えば海外進出するとかね、ダンスのパフォーマンス、例えば技術もそうかもしれない、もしかしたら英語、ね、えっと、一応10年いて僕も何にもしてなかった中で、生きることができて、ビザの面接とかもなんとなく超えられたことがあるかもしれないって、まあ、ブロークなのかもしれないんですけど、サバイバルなしてきた英語とかも、もしかしたらお役に立てることがあるかもしれない。 ですし、僕だったら、例えば日本に帰った時に学校に行きたかったりとか、皆さん、例えば、親御さんとかね、いたら子供たちの学校に、皆さんの学校にも行けるかもしれない。僕は行きたいけど、こういうね、あの、金髪な、こんな格好のやつが来たら、大概こう、拒否されちゃうんで、僕も母校にね、こう、自分でメールしたら、こういうことは授業内ではやりませんのでっていうふうに言われたとかね、やっぱりまだまだ、えっ、ー、と、伝えたいことがなかなかこう、伝わらない。 という状況だったりするので、だから自分ができることを皆さんにもいろいろ伝えていきたいと思ってますし、自分がやっぱりしてほしいこととか、うん、こういうふうなことを求めてるということを、やっぱり皆さんのもしかしたらどっかでこう延長上になってくれれば嬉しい。というところでは、えー、っとみんなドリームメーカーということでね、マイドリームイズヤドリームということで、皆さんの夢も僕の夢になれるような、 えっと、今度も活動していきたいと思っておりますので、私はまたいろいろ発信していきます。ということで、えー、皆さんの、また、今、多分、ほとんど今この世界でね、99%ぐらいこの4ヶ月会ってない人たちばっかりなんで、こう実際、次に会えるのは、いつになるか。でも、会えるのがめっちゃ楽しみだなっていうところは、皆さんも共通項だと思うんで、なんかそれがすごく今は楽しみです。 実際会ってどんな人なのかどんな身長なのか分かんないですからね。はいというところですかね。はいありがとうございました。なんかすごい新しい世界で私にとっても勉強になりました。ですか皆さん楽しんでいただけたと思います、<laughs> 新しい世界を見れて<あ>それと新しいこう意識を持っていただけるんじゃないかと思いました。あの世代によっってもやっぱり、はい これから若い人たちのこれからの可能性としても。はい、うん。どうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。ということでこれはおしまいです。ありがとうございました。ああ,ありがとうございました。い。は